FM ルーシンド DJ のルーシンです。今日のゲストは小島。またまたすいません、お邪魔しております、はい。今ですね、うん、横浜トレンナーレも見終わり、お茶してるとこなんですけれども、なんかお茶って言いながらもう夕食になってたね。お茶って言いながらカルピスだしね。カルピスだし、うん、なんかさっきステーキみたいなのを食べてましたね。が今歯に詰まってます肉っぽいんですよ、小島は。どうでしたか今日の横取りは。さっきの録音後に見たものは第三橋、第三橋、やっぱでも第三橋はあと赤レンガね、その2つ見ましたね。赤レンガと第三橋ね、第三橋の方は、あのエルメスの、H ハウス、H ボックス、 H ボックスエッチなことをするボックスではありません。でも、まあ、エッチボックス、あのエッチってなんだろうね。エッチコを使ってエルメスの頭もいいですよ。はい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 、はい、エルメスボックスか、エルメスボックス。要はまあ多分、そのあれをプレゼンした、デザイナーは、そのエッチにいろんな意味が込められていると。なんか、フライングアートメモを見ようとか、振動の あの最初の説明みたいに、あの後から取ってつけたみたいなハウスであり、エルメス、もちろんエルメスであり、ハウスであり、ポットで、ヒューマニズムがあってみたいなね、あと何ですか、ヘビーヘビだったり、あとハト、ハト、平和の象徴ですか、あ、まあ平和と、あと水素、とか、みたいな、あの何年ですかあれ、あのジュラルミンのブリーフケースを、なんていうのかな、あの稲葉の物置みたいな感じ、ね、かっこいい、かっこいい、かっこいい物置みたいな感じですか、稲葉の物置に。足を8本つけた感じですよね。そう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 、で、その物置に入ると中で映像をやってるんですけど、あのその建物のデザインはいいんですけれども、何より中が狭くて、ちょっと完璧にトリエンナーレ仕様じゃないんだよね。店員はちゃんと座って見れるのは、6人、木さんでもね、正面に座れるのは4人でしたよ。4人、で、あと4人、8人ぐらいですかね。90度の角度で見なきゃいけない人が、まあ4人、まあちょっと快適とは言い難いね。でさらに、入り口付近で、空っ風浴びながら、なんか人のお尻越しに映画を見なきゃいけない人が4人、あと、外から見なきゃいけない人が4人、あと外の人垣の後ろから見なきゃいけない人が4人、で、すごい、ね、マックス20人ぐらいだよね。本当に頑張って、本当に頑張った場合20人、外はカウントできないけどね、だ中で考えると8人ぐらいじゃないですか、店員として、まあ、それが、第三橋ホールっていう建物の中にさらに、その建物みたいになってね、カプセルみたいになって、その中で見れるようになったんだけど、今日平日じゃないですか。そうですね。にしてはめっちゃ人気だったね。あ、そうだね、そういえばね、だって一味とかさ、順番待ちとかいっぱいいたもんね。すごかったね、音がうるさいね。すっごい気になって働いてる音がするね。ちょっと待ってください、今防音設備を整えるので。もう終わってる。とにかく、その横取りっていうと国際展じゃないですか、はい、国際展じゃないですか、国際展、なのに、その、まあ、明らかにあからさまに数人しか入れない会場のデザインを作ってしまったりだとか、まあ、例えばマッシュバーニーなんかもすごく有名な、作家なんですけれども、椅子、僕が最初行った時は椅子すらなかったんですよ。なかったね。で、今日行ったところ椅子があったんですけど、まあ、詰めて座っても8人ぐらい。あそこね、僕ね、多分作った人は、会場を設計した人は、うまいこと言いながら、頭の中では、すし詰めで、立って入れば100人入れるかなぐらいの、
どんぶり誕生ですね。どんぶり誕生で、はいはいはい、まあ、100人って言ってもスペース8畳ぐらいしかなかったですからね、うんうん、でそれが証拠に、うん、モニターがめっちゃ高い位置だったじゃないですか。そうなんですよ、首が疲れるぐらい、はい、うん、だからあれすし詰めで見るの前提だったんですよ、うん、あの部屋の作りは、うん、むしろ、うんうん、はい、すごいつまんない映像のくせに、うんうん、めちゃめちゃスペース取ってる部屋あったじゃないですか。すごく残酷なやつですか。そう、残酷で、うん、なんかこれ家族で見れないじゃん、まあ、芝居も見れないんですが、うん、家族では、うん、あの見るのにも時間がかからないし、うん、確かにね、うん、じっと見るような映像でもないのに、うん、すごい広いスペースを、ね、そうだね、流してる。あれ、やべこべだったよね。あの待遇の違いは一体何なんでしょうね、うん、あの待遇の違いは あんまり偉くなかったよね、マシバーニングは。いやでもですね、僕越後つまりアットレナーレもこう自分参加して見てるんで、やっぱ比較として思うのは、うん、横浜トレナーレって作家がね考えてないんですよ。本当自分の好きなことをやってるだけなんですよ。バラバラなんですよ。だってありもの出してるじゃないですか。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、その横取り用に作ってるわけじゃないんですよ、うん、でつまりの作家ってあのすごく土地にと関係のあるものを作ったりとか、うん、それ用に作ってるんだよね、うん、あと見る人のことを考えてんだよね、作家が。だからね、すごくそのまあ都市型のアートって言えば都市型、もう都市よろしく、もう人に対して無関心、うん、とりあえず自分のことだけや先にやるみたいなさ、まあそね、断言はできないけど、うん、その匂いはお客としては感じて、うん、感じましたね。あとあのボランティアの方が、うん、かわいい、かわいいのはいいんだけどちょっとやる気ない感じ、うん、そうだね、うん、なんか頑張ろうとはしない感じ、そうだね、ちょっと事務的な感じ、うん、だからね、みんながねソムリエみたいになった方がいいと思うんですよ。例えば2時間しか見れない人はこういうコースがおすすめですよ的なね、あ、うん、あの映像好きなお客さんだったらこういうルートがいいんじゃないですか、うん、とかさ。僕ねでもね、うん、その、ま、彼ら彼女らはボランティアもしくはバイトなわけじゃないですか、うん、ですね、うん、にそこまでのモチベーションをね求めるのは酷な気もするんですよ、うん、実は。だから、うん、全員ねロボットロボットキャタピラでガン動く、うん、ガンタンクみたいなやつ、ガンタンクみたいな、うん、たまに弾とか発射する感じ。そう、あとそこに傘させたりね、うん、ああそれいいそれいいねそれ採用したいね、うん、うん、ならいいのかなって思ったけどね、うん、まあ確かに僕の言ってることはちょっと酷かもしれないんですけど、うん、なんかね、ちょっと無味乾燥な感じなんですよ、全体的に。僕ね、6年前かな、うん、トリエンナーレ、前々回の第1回目ですか。そうですか、あ、2回目ですか、うん、に行った時はね、はいはいはい、の印象は、うん、もっとね、すごい大規模でだったんですよね、うんうん、僕今回回ってないところ、2回目だと、赤レンガ倉庫と国際展示場とか、うん、あとビルにビルとか使ってたような感じかな。そうそう、で天井めっちゃ高いところでやってたの、うん、あったあった、うんうんうん、そこでやってた時は、うん、かなり充実してたよ。そうですね、うん、あの展示としても、うん、なんかだからちょっと縮小する方向にあるのかなっていう印象も、なんか今回受ける印象としてはでっかい美術館って感じなんですよ、うんうんうん、美術館的な匂いがするんですよね。なんかこうすごく区切るんですよ、人を、人のなんか行動を制限するような感じなんですよ、うん、なんか時間もね、あの遠くから来る人もいるだろうに5時で閉館とかね、うん、6時閉館で、うん、5時に最終入場なんですけれども、あの1分でもいいから見たいって人いるじゃないですか。もう5時半で流進とかね、そう、じゃあ俺の場合は工事マンを案内したかったから、うん、一目でいいから、うん、見せてあげたかったんですけど、その人間をさ全部決まり事で区切るのって法律はありだけどさ、うん、その美術館レベルの場合はさちょっとこう裁判
でいうとこの叙情酌量を入れてほしいわけですよ。叙情酌量、ね、うん、遊びが欲しいと。そうそうそう、うん、多少ね、うん、その完璧に1分さ遅れたらさもう入れませんとか入れませんじゃなくてさ、うん、もうせっかく来たのにみたいなさ、うん、とかさあるじゃないですか。やっぱ人間ですから感情があるんで、やっぱ都市型なんですよ、そういうところで閉店時間になったんで、もう出ろと、うん、まあ、この前も徳ちゃんなんかね、うん、あの徳ちゃんと来た時なんかは、うん、もう6時きっかりに追い出されたらしいんですよ。追い出されるの？徳ちゃん粘れないんだ、うん、粘れないんですよ。普通はネバーエンディングストーリーですよ。ちょっとぐらいは、うん、30分ぐらいは何にも言わないんですよ、うん、半日ぐらい何も言わないですし、うんうん、で、まあ、飲食店なんかでもそうじゃないですか。10時閉店でも10時の時点でお客さんいてもまあ10時半ぐらいまではまあ別に声もかけないと、うんうん、まあそんな感じをやっぱ都市型だなと思って、そういった意味で、だからもしここが新潟だったらですよ、もうもっとねすごいルールがないぐらいになってくるんですよ、だんだんと。だから例えばあるね、家の中の作品を見るために管理人を探さなきゃいけないと、うん、なんか宝探しゲームみたいなことをしなきゃいけなかったりするんですよ、うん、そこの集落の中に誰か鍵持ってて、うん、誰ぞ持ってるんだべだべみたいな。それは普通に見に来た人もそれやらなきゃいけないんですよ、うん、あ、いや、それ僕の場合ね、撮影の必要上さ、うん、探す必要があったの、うん、で本当は開いてないんだけど開けてくれるとかさ、うん、すごいその気分とか、うん、僕の人柄とかに左右されるわけよ。だから僕がぶっきらぼうに行ったら多分帰ってくださいって言われるんですよ、うん、多分そこね、そこ丁寧によろしくお願いしますって言うと、じゃあ開けてやるかってなるじゃないですか。人情で、人情で、情状酌量で、うん、だからそういったあのゆるさと言いますか、その各個人のさ、うん、判断に任せてもいい部分っていうのがあると面白いなと思ったんですけど、さ、まあ、これ作家の話とかじゃ全く関係ないんですけど、まあ、運営側の姿勢が気になるよね、粒子の見方としては。としてはだってさ、作品はさ、うん、ありもんだしね。そうだね。そうだね、うんうん、だからまあそうだね。だって小野陽子のさ服を着られるパフォーマンスとかさ、うん、何年前だよ。何年前だよこれ、うん、横取り今年何年だよっていう、YouTube、で見れる作品で金取っちゃまずいだろうと、うんうん、まあだから、うん、その横取りの立場としてはどうなんだっていう部分が結構なんか曖昧っていうかさ、うん、なんかこうルール作りはなんか徹底しなきゃいけないところもあると思うんですよ。ただ緩くしてもいいっていう部分もあると思うし、あと作家がねもうちょっとさ横取りに作ってもらえばよかったと思うんですけどね、これ無理だったんですかね。金払ってないんじゃないですか、それができるだけの、うん、